いいシールド買ったな。こいつは今攻撃しても意味がない。今できることって言ったら EP を減らすことぐらいだ。反撃。避けるだろうとは思ってて。そうきたか。こいつも回復するやつだ。こいつも回復しやがる。こいつも回復するタイプだったか。削ったんだかな。いいシールド貼り始めたかこいつも。外流器を狙うかそれともこいつを仕留めるかっていうのが。やっぱりあれ一個俺の予想を超えてたか、それとも普通に当ててきたか。この範囲をちょっと見てなかった。ああ範囲入ってんのか。まあ、一旦しのいだってところか。こいつはね避けるのがうまいんだよね。でもそれ以外は特徴はなかった。特に前回はね HP 残り30ですげえ避けまくってたっていう記憶があるよ。こいつに関してはブレードライガー DI 今だ。そろそろブルーセイモスもやばくなってきたな。オーガノイドシステムをここで使うべきだよな。当然の結果だろ。まだ撃てねえか。自己再生は使いたくなかったけどな。オーガノイドシステム使うと攻撃力とかも上がるからね。 敵からのダメージも減るから、ね、6000ちょっとやばいね。そろそろなんとかしないと、回復しないといけない。前回とは違って当たりが悪いな。発射！パーサーキューラーはもう EP が9しかないぞ。ロングレンジの打ちすぎだな。あとはこれ回復しなければいいんだけど。
よかった、そこに来てプテラスが狙われなかったことが幸運かな。できるだけレイブンを狙ってもらってHP を減らして家電流症の用意をしてもらわないといけない。次はセイバータイガーも侵入してくるからな。そろそろ回復薬もやばくなってくるか。でもジオーガーとギガーをどうにかしておきたいよね。ステルス迷彩持ちだからな、当たりにくいだろうな。終わるはずはない。回復しないとダメでしょう。さすがにこれ以上は持たんだろうな。やばいね、ゴジラスギがやばいね、じゃあ、ジオウがやばいね。右にそろそろ動かすか。そろそろ右に動かして引き付けも終わらないとまずいか。この HP だもんな。これがね、使ったことないんだよね。ここに来てグスタフで回復させる、グスタフをプテラスで回復させるってどう。でこっちは自己再生させて、どう、家電流症打てる、打てるね。こっちかこっちか、右だろうな、こっちより右かな。まず一つ目使います、オーガノイドシステム使いました。家電流装当たるかな。当たってこのもらわないと困るんだよね。